信廃止のムツムネミス。あ、ムツムネミス。これはムツムネミスというのは紀州藩の家老の息子なんです。江戸のおばちゃん。そうですか。しかしお父さんがね、はい、汚職の罪でね、これはね、後ではめられたということが分かりましてね、そうですか、藩に服するんでございますけど、一時ね、稚魚を召し上げてですね、苦労したんです。その時にあの龍馬がね、勝海舟の同意のもとに公務にですね、軍艦の総連場を作りましてね、はい、海遊、そこで練習したいという、うん、まあ、海の男海遊を募集しとったの。誰でも意欲あるものは受け入れるということで、うん、どこの藩のものでも受け入れるということですよね。募集しとったところ、はい、その目に入れた宇都宗武士が応募して入った。ああ、そういうことですか。そして龍馬が海援隊を作りますと、海援隊の、まあ、秘書のような役目で坂本龍馬について回った。しかし宇都宗宗武はその後出世してね、そうですよね、農商務大臣 にもなりますよ、はい、うん、しかしあの大体紀州とか土佐の連中はね、出世できない。そうですね、うん、で、宇都宗光は東京と知事とか神奈川県の知事ぐらいまで行ったんですけど、面白くなく辞めましてね、薩長藩をですね、まああの避難する塔を作って、はい、うん、それが反逆罪に問われて刑務所に入る、うん、そこでですね、今の時代ですね、薩長に反旗を翻しとったら出世できないということで、そこからですね、薩長にある意味媚びを売るようになって、出世のルートに乗って外務大臣もやりますからね、そうですね、うん、農商大臣もやります、はいはい、で外務大臣の時に日清戦争が起きてて、外国交渉も宇都宗光が外務大臣の時に相手方と日本に有利な条約を結ぶわけです、うん、その後ですね、有利な条約、例えば両党半島等が日本のものということで、それはいかんということで、ロシアやイギリスやフランスが三国干渉をしまして、はい、両党半島を返すことになるんです。そうですね、しかしそれ以外にもね、例えば朝鮮は日本の植民地するとかね、鉄道施設店は満州でも持つとかね、いろんな有利な条件を宇都宗光がね、はい、日本のために計らったんだよね。そうですよね。ですから宇都宗光は日本の外交のね、英雄ということで、はいはいはい、今もってね、外務省の構内にはね、はい、宇都宗光の銅像があるんです。外務大臣も何かした、農商務大臣もなった、はい、ただこの男もね、晩年はね、汚職まみれになる。あ、そうなんですか、うん、古川工業がね、渡良瀬川の川にね、銅、はい、を精錬する工場からの廃液を流すわけですね、はいはいはい、そのために渡良瀬川が濁って、そこの魚を食べた、やりましたね、流域の住民が病気になるわけ、うんうん、しかしですね、渡良瀬川の水質が汚染しとるということはね、しかるべき学者がね、なかなか検査しない、政府に恨まれたらいかんと、うんうん、ところがね、後にあの東京大学の農科大学の学長になる人物が検査をしてね、確かに高徳が流れてる、うん、ということで証明した。それで世論が奮起した。政府に交渉するんだけど、政府はなかなか動かない、うん、その時にあの
後に議員と言われるね、田中正造という人物が政府を動かすためにね、明治天皇に直訴するわけですよ。その直訴の条文を皇族秋水というね、明文家が書くんだ。しかしその直訴状は天皇に渡らずに、本来なら不敬罪ということで、その男も処分されるところ、処分したらね、裁判があってですね、古川工業の休学も出てきますからね、田中正造が危機外ということで褒めしちゃう。ああ、そうなんですか。そして、渡辺政が宗教者反乱いたしましてね、それは近辺の村をですね、犯すわけですよね。汚い汚染でですね、犯された近辺の村々、作物がほとんど取れるか、わずかしか取れん。政府に抗議活動を起こすわけ。その時に古川一兵衛のバックになったのは、宗光ですね。たくさんの献金をもらった。あ、献金ですか。そればかりか、古川教皇の古川一兵衛のもとに、自分の息子も養子にやって。あ、そうですか。つまり、公益費用をこうバックアップしたが、のが宗光でございますから、この男はね、外交の業績で、外務省に、望が立っておりますけれど、庶民のためには、周りに、あまりあれですね、敵ですよね。鈍感織の方です、なるほど。まあそういうあの話がちょっとあります。この人物がどう言ってるかというと、坂本は金星師匠の一大決物にして、その融通変化の際は変化の際に止める、その執権議論の高き、その他人を遊説監督するの脳に留める、同意の人よく彼の右に出るもの新たにきと、こう言って。ああ、やっぱし褒めております。最後にもう一つ、龍もあらば今の薩長人など青谷翔なんで、翔なんで、翔なんで、翔だ、青谷翔つまり威張っとれということです。ああ、なるほどね。